日枝久氏は、日本の実業家、富士山系グループ代表、日本美術協会会長。2011年9月1日より、東京文化会館館長に就任、同時に、公益社団法人全国、公立文化施設協会会長に就任した。同年10月20日より、公益財団法人東京都歴史文化、財団理事長。東京都生まれ。 杉並区在住株式会社フジテレビジョン、代表取締役社長、代表取締役会長、株式会社フジテレビジョン代表取締役会長、社団法人日本民間放送連盟会長などを務めた。極日大受賞助君。岡山県の休暇出身。1961年、早稲田大学教育学部を卒業、フジテレビジョンに入社。 大学内の胃腸の木の下のベンチでまどろんでいたところ、たまたま通りかかった先生から、富士テレビを推薦されたことがきっかけで、創業期のプロパン社員となった。労働組合の結成に奔走し、初期長に就任。25歳定年制だった女性社員の待遇改善を組合結成の重要な大義としたため、同社の非プロパンの年長社員が、 吉永さゆりと結婚したことに衝撃を受けた挙句の人気取りだと祖知られ、人事でも左遷されたが腐らずに意欲的に働いた。副社長に就任した、しかない春尾に抜擢され、42歳の若さで1980年5月に編成局長に就任。1983年6月に取締役編成局長となる。 1986年6月、常務取締役総合開発室担当に就任。1988年6月、代表取締役社長に就任。2001年6月、フジテレビジョン代表取締役会長に就任。また、2003年4月から、日本民間放送連盟会長を務めた。2008年10月、認定放送持ち株会社となった。 富士メディアホールディングスの子会社として新設された富士テレビジョンの代表取締役会長に就任2017年5月10日代表権のない相談役に退任すると報じられた同年6月の株主総会後に開かれる取締役会で正式に決定した2014年1月21日日本中撮影国特命全権大使ティモシー・ヒッチンズから 大英帝国勲章ナイトコマンダー賞を渡される2010年2月25日、マルチメディアマルチチャンネル時代に日本の放送産業発展をリードし、日韓間の文化コンテンツ産業発展などに寄与した功労が評価され、高来大学校より名誉経営学博士号が授与された。また、同年4月には、早稲田大学からも名誉博士号を授与された。 2013年11月に、朝日大受賞授与。2014年にはイギリスより、大英帝国勲章内とコマンダー賞を授与。ある会合の席で冷えだと、同じく少年時代にボーイスカウトだった、ソニーのハワード・ストリンガー会長と一緒になった時、ネッカチーフ代わりに首にナプキンを巻きつけ、スカウトの敬礼である三本指を立てたところ行き、 統合したと語るほどのスカウトー気である。たびたび、安倍晋三と会食したり、山梨県のゴルフ場でゴルフをしている。安倍は逆に、富士テレビや日本放送の番組に出演しており、他の新聞社より、勇敢富士の独占インタビューに応じることが多く、おいは、富テレビに入社した。また、産経新聞社出身の森吉郎元首相とは、名誉関係にある。 2005年3月、日エダが代表取締役会長を務める富士テレビジョンの筆頭株主であり富士山系グループの中核企業である日本放送の経営権を危うくしたことについて日エダの経営責任の可能性をブルームバーグは示唆した。ライブドア事件でライブドアの第三者割り当て増資を引き受けた富士テレビはライブドアに損害賠償を提起したが 雑誌、あえら記者の大鹿康明は、富士テレビが増資を引き受ける際に1ヶ月もかけて、資産査定をしたのに、ライブドアの自社株還流スキームを見つけられなかった、ことに疑問を呈している。実際、ヒ枝はそのことを問われたが、ホーム、財務の専門家にきちんと見ていただいた。専門家の皆さんの名誉を傷つけることはできないとだけ、語ったという。2006年6月の、 第65回定時株主総会に出席した株主からもライブドア事件の影響による株価急落について経営責任を問う声があった。2005年9月に富士テレビは日本放送の完全子会社化を完了した。ありがとうございます。